こんにちは、金黒です。今回はマイクロソフトのサーフェスのイベントの感想です。いつもは Mac mini のディスプレイにつけているウェブカメラ C920R で撮影していますが、昨日一回 Mac mini から取り外して職場に持って行って新しく買ったウェブカムロジクールのブリオとの比較の動画作ろうと思ったら、もう仕事が遅くなっちゃって、もう昨日帰ってきたのが12時近く深夜だったんで、うっかりもう持って帰るのを忘れて、今 MacBook Air のカメラ使って撮影しています。久しぶりに MacBook Air を使って撮影していますが、やっぱり気軽に動画が撮影できるこういうノートパソコン便利だなと改めて思いました。昨日仕事で遅くなってしまったので、 Microsoft の Surface のイベントは記事を流し読みした感じで、その感覚での雑談を今回動画にまとめます。一番最初に良かったなと思うのが、この Surface Pro の日本での発売日が未定だったのが、はっきり発売日が発表されたことです。当たり前のように感じるかもしれませんが、今まで日本だけこの発売日がわからなかったのが、これ何か日本だけ売れないと思ってマイクロソフトが思ってるのかなと思ったら、逆に昨日のイベントできちんと発表したかったので、日本にはこのサーフェスに対して思いが強いんだなというふうに感じました。どうもサーフェスプロは世界中の中でも日本はかなり売れているようです。日本で売れてるとは言っても、ほとんどが東京で売れてるらしいです。確かに私のように地方に住んでると家電量販店とかでしかこのサーフェス見る機会ないんですが、私が特に気になるのはこのサーフェスプロのこの分離するキーボードの方が気になります。キーボード触り心地がいいみたいなんですけど、その中でも気になるのがこのトラックパッドです。私が Mac を使っている最大の理由としては、 Mac のこのトラックパッドがすごい使いやすいからなんですが、サーフェスのトラックパッドもどのぐらい使いやすくなってるのか、ここが一番気になります。使いやすい Mac のトラックパッドもどんどん進化して、いろんなジェスチャーの反応が良くなっていますが、さらに最近私が気に入ってる押す強さでいろんな操作が変えれるっていう、こういう感圧式に対してのトラックパッドがやっぱり Mac の優位性だと思いますので、 Microsoft のトラックパッドもどんな風に使えるのかっていうのを実際家電量販店で試してみたいなと思います。ただ実際にこの Surface Pro、 これを買ってみようかなという勇気は今のところありません。やっぱりこのキックスタンドがちょっとあんまり好みじゃないのもあります。新幹線のこの座席についてるこのテーブルみたいなので作業するときとか、ちょっとこの後ろのキックスタンドはやりにくそうですね。他にもマクドナルドとかのカウンターのちょっと小さいところで作業するときなんかも、このキックスタンドよりは普通のノートパソコンのタイプの方が使いやすいような気がします。あとキーボードとこの液晶が分かれるのはいいんですが、私はこの iPad、 今手に持ってるこの iPad ですね、これかなりヘビーに使っていて、普段どこに行くのにも持ち歩いていて、もう家の中でも例えばソファーとかベッドとかいろんなところに持って行って使っていますが、外にも公園だったり、あの病院の待合だったり、いろんなところにこの iPad 持って行って、意外とうっかり落としてしまうことあるんですね。結構よく見るともう角とか傷だらけになってしまってます。そんなヘビーな使い方するので、ちょっとお値段の高いこちらのサーフェスプロの液晶部分だけ持ってタブレットとして使うっていうのは、私にとっては気軽に使えそうにないので、意外と何回も落下させても丈夫なこちらの iPad、これからも使っていきそうなので、やっぱりブラウザーとして使うのは画面の大きいこういうタブレット端末の方が気軽に使えて個人的にはいいなと思っているので、サーフェスプロ私個人的には多分買わないと思います。次に日本でも発売が決まった
この大きいディスクトップ、サーフェススタジオですね。これもかなり高性能で使いやすいと思いますので、仕事でマジに使う方なんか、いいパソコンだと思います。液晶に手書きで書けるっていうのは、デザイナーの方なんか便利だと思うんですが、まあ、iPad でペンシルを使って書くっていうのはいいんですけど、まあ、私の場合、パソコンのディスクトップに画面に直接書くっていう仕事はあんまり個人的にはなさそうなので、まあ、そこまでの機能いらないかなと思いますが、本当に絵を描く仕事とかデザイナーの方には向いてそうです。私は建築士でもうほとんどの図面は CAD で描いていますから、あんまり手書きで書くっていうことがないんですね。一回手で書いてパソコンで修正するのが面倒なんで、直接 CAD で図面書いた方が早いから、手書きっていうのは多分使わないと思います。あと Surface Studio で思ったのは、手書きして使うときにこんな感じで結構寝させて使うので、普段この立ってる状態から寝させる状態まで変化させるのに、机のデスクが結構広くないと使いにくいんじゃないかなというふうに思いました。私の職場環境もそんなにデスクが広くないので、こういうふうに寝かせるだけのスペース取れてないから、まあ結構デザインする仕事なんかだと、綺麗にさっぱりしたところの広いデスクで綺麗に仕事するのにはこのサーフェススタジオいいんだと思いますが、まあ、ごちゃごちゃした仕事環境だとこういうふうに寝かして使うっていうのはちょっと現実的でない感じがして、実際このサーフェススタジオを触ってみて、どのぐらいのデスクのスペースがいるのかっていうのも気になりました。私がサーフェスシリーズを買うとしたら、一番パワーがあってノートブックや 2-in-1 になるこのサーフェスブックはちょっとお値段的に買う勇気ないので、実際は一番気になるのはこのサーフェスラップトップです。最近職場でも自宅でも結構パワーのあるデスクトップのパソコン使ってるので、ノートパソコンにあんまりパワー求めていないんですね。今 MacBook Air 使って撮影していますが、どちらかといえば気軽に持ち運べて軽量でコンパクトで、サクサクとちょっとブログの文章を書くとか、テキストを書くとか、 YouTube のコメントを返事するとか、そういうちょっとテキストをサクサク動かすのに使うのには、この Surface のラップトップで十分なんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりこの Surface シリーズで一番気になるのはこの Surface ラップトップです。特にトラックパッドの出来具合がやっぱり気になります。それから6月30日まで Surface Pro への乗り換えキャンペーンもやっています。 Apple 製品の Mac や iPad は1万円増額して下取りしてくれるみたいで、旧の Surface 商品も最大1万円増額してくれるみたいです。ただこの Surface Pro の価格帯見てますと、一番お安いモデルで10万5800円ですが、一番ハイスペックなものだと31万5800円します。このラインナップでもし私が Surface Pro 買うとしたら、上から2番目の SSD が 512GB でメモリが 16GB のもの、こちら買いそうな気がします。これだと25万9800円。まあ、25万9800円出すとしたら、MacBook Pro でもいいかなっていう、そういうお値段していますが、先ほどお話した通り、多分この Surface Pro 買った時、タブレットとして気軽に持ち運びしにくいので、まあ、特にお値段的に高いので気軽に持ち運びにくいっていう点が多いんですが、そう考えると、一般的なノートパソコンでもいいかなというふうに思いました。今回の Surface の発表会で面白いなと思ったのがこちらのマイクロソフトホワイトボードです。ザクザクっとホワイトボード的に書いて、ザクザクっと書いた線が簡単に表になるっていうのは面白いなと思いました。ただその後考えてみたら、こういう表で表現したかったら、Excel のシートがこちらのホワイトボードにサクッと
貼り付けるだけでも良さそうな気もしました。今 iPad Pro でこういう線を描いた時に簡単にラフに描いた線が直線になるっていうのも体感していますので、 iPad でもできないことはないんですが、こういうふうに表に簡単に変換できるっていうのは発想的に面白いなと思いました。またこういう三角を描いた時に角を直角のマークつけたら簡単に直角のある三角形になるっていうのも面白い発想だなというふうに思いました。結局のところ私が一番今関心を持っているのがこの Surface シリーズのキーボードについているトラックパッドなんですね。やっぱり個人的にこの Mac のトラックパッドかなり気に入っているので、マイクロソフトのトラックパッドもどのぐらい進化しているのかが気になります。ブラウザーとして使うことが多いので、キーボードと同じぐらいかそれ以上トラックパッドはずっと触っているので、トラックパッドの出来具合っていうのがすごく気になります。店頭に Surface シリーズの新しいものが出たらぜひトラックパッド触ってみたいなと思います。今回は日本マイクロソフトの Surface のイベントの感想について動画にしました。ガジェット関連の多いこの YouTube チャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。